ザウバー C17 は、ザウバーが1998年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。開発責任者は、レオレス。1998年シーズンの開幕戦から最終戦まで使用された。チーム3年目となるジョニー・ハーバートに加えて、ベネトンから移籍したジャン・アレジがドライブした。1998年は、 注意グループから抜け出ることのできないチームの位置を確認するシーズンとなった。車は早く信頼性もあったものの、ポイント獲得の常連となることはできなかった。アレジとハーバートは、ポイント獲得寸前の7位に5回入った。アレジは、オーストリア GP 予選で2位、ベルディ GP 決勝で3位表彰台と、得意とする、雨絡みのレースで活躍を見せた。 ハーバートは開幕戦オーストラリア GP で6位に入り1ポイントを獲得したものの、その後はポイント圏外のフィニッシュを続け、次第にモチベーションを失っていった。彼は翌シーズンスチュアートへの移籍を決心し、代わってペドロディニスがチームに加入することとなる。チームは結局10ポイントを獲得し、コンストラクターズ6位でシーズンを終えた。ありがとうございます。